はい、用意スタート。シャルのルーツの旅始まるよ。ということで今回は愛媛県に行ってきたやで。わい実は愛媛県生まれで小学5年生頃まで住んでたんやけど、その記憶を呼び覚ましながら美味しいもん食ってついでにチャリも乗ろうぜって旅です。じゃまずは難波あたりからチャリで10キロ走って大阪南港へ。もうこんなにしんどい。で大阪南港フェリーターミナルに到着。オレンジフェリーっていう愛媛と大阪をつなぐ船があるんやけど、これを事前に往復で予約しました。自転車を分解して袋に詰める作業を輪行って言うんやけど、これをやると自転車を電車やバスに乗せれたり船に乗せれたりします。ただしサイズとか細かい規定があるのでその辺は交通機関に合わせて要確認や。船が22時出港で自転車を畳み終わったのが21時35分ぐらい。受付とかもあるから結構ギリギリやったやで。船に乗り遅れたらいきなりザエンドだったね。ちなみに輪行しなくても1600円ぐらい払えば自転車そのまま詰めるサービスもあって、小田切はそれで楽々乗せてました。で今映ってるのがオレンジフェリーのシングルサイズの部屋です。こんな感じでベッドと鏡があるだけの部屋って感じなんやけど、愛媛に6時着なんでどうせほぼ寝るだけやしちょうどいい部屋やと思います。船内はざっくりとこんな感じ。うち船自体乗るんが人生で2回目とかなんですごい新鮮でした。夜に出港する船やし風呂入る以外特にやることなくて意外と暇です。するとどうでしょう。ゲームコーナーにパチスロコーナーがあってしかも景品付きらしいです。しかも前任者がめちゃくちゃ当たりを引いてる状態の台が残ってて簡単に言えば100円入れたら 100% 景品がもらえる状態で落ちてます。多分その景品は自販機のハーゲンダッツ無料とか船の割引クーポンとかやるなぁと前任者に感謝しながら回しました。人生の期待値欠損してそう。ほんで景品ゲット。気になるその中身はなんと。ほう、これが噂のちいかわですか。よし、捨てて帰りましょ。っていうのは冗談でこの後ちゃんと持って帰りました。ほんでスロット売ってる途中で船が出港してたみたいです。本当に期待値欠損してて草。この後船内についてる大浴場に入ったんやけど、船の中とは思えんちょっとええビチホぐらいのお風呂やったやで。でも窓の外がほとんど見えん仕切りみたいなんついてて、展望は良くなかったです。風呂自体はシャンプーとかもついてるし最高でした。んじゃ小田切が先に寝たんでうちはもっかい景品を取りに。早く寝て。中身が見えない真っ黒いケース。大当たりやこれは。ケースにパンパンに詰め込まれたそれの正体は iPhone の着ぐるみケースでした。いらなくて草。と思ったら iPhone でも iPad でもなくて、よく見たら iPod 第4世代のケースでした。もっといらなくて草。ちなみに iPod 第4世代の発売日は。な感じで夜の船内を撮ってみたりしながらこの日は就寝。翌日船がかばることなく無事愛媛の東予港に到着。風が強めなんやけどデッキから見る日の出はかなり良かったやで。船内のレストランで1000円払って朝食を食べることに。やはり愛媛といえばボンジュースよね。うちは小さい頃にこれよく飲んでたから今は逆にあんまり好きじゃないです。逆に喉が渇く系の濃さやねんな。まあそれがボンジュースのええとこなんやけど。船はこんな感じで、超クソデカトラックと比較するとそのデカさがわかると思います。これでもまだ余裕で見切れてるぐらいやからそら大浴場ぐらい入るわな。ということで愛媛県に着くや否や早速みきゃんがお出迎え。みきゃんは愛媛県のマスコットキャラクターで愛媛県の希望の星です。で愛媛の東予港から今治や松山までバスも出てるんやけど、まだ朝の7時で時間もあるしチャリで一旦今治まで行くことに。これ地味に20キロ近くあるやで。途中道の駅とかで休憩しつつ今治付近に到着。ちょっとした坂道も多くて結構疲れます。ほんで今治駅の少し手前にある再々来てやというクソデカ直売所に来たやで。ここの朝一回転がすごかったですね。並びとかまであってめちゃくちゃ鉄火場みたいな雰囲気でした。続々とお客さんが入ってきて、みんな少しでも安くて質のいい野菜や果物を手に入れようと必死な感じが伝わってきます。店内 BGM がロッキーで草。でも野菜がどれも新鮮で大きいし安いねんな。ここまで安くて美味しそうやとみんなが必死に探す理由もわかります。大阪のうちの近所にあるスーパーって、野菜がクソ高い上に対して綺麗でもないから、いい野菜を探す楽しみとかないねんな。近所では少しでもマジな野菜を探す感覚やねん。それがここではどうだ。果物も野菜も見るだけでも楽しいレベルで鮮度がまるで違います。こんなスーパーが近所にあったらそら買い物も楽しくなりますわ。みかんやゆかんだけでもかなりたくさんの品種があってどれも美味しそうだったので、みかんを一つだけ買って後で食べることにしたやで。開店から5分やそこらで店内は余裕で100人超えの大盛況。ほんでこのスーパーの隣にあるカフェがこれまたすごい。新鮮な果物を使ったケーキやタルトがずらっと並んでおり、今は特にイチゴが多かったんですが、このイチゴがまたクソデカやねんな。このケーキは一つ600円やったんやけど、めっちゃでかいイチゴのフルーツサンドはなぜか300円と鬼安やったり。他にもデニッシュや惣菜パンも基本的に2、300円でめっちゃ安いです。しかもこれがどれもうまそうなんだわ。
散々悩んでいちごショートケーキにモーニングのオレンジジュースのセットに、どんだけ果汁の味すんねんっていうぐらい濃い味のオレンジジュースに、シンプルに素材の良さを生かしたクソデカいちごショートケーキの相性は最高。愛媛の田舎を眺めながら食べられるテラス席もあって、めちゃくちゃのどかで贅沢な時間がたった1000円で手に入ります。今回はフォロワーさんやコメントから教えてもらったお店を中心に巡ってて、ここもその一つやねんけど、再々来てやは今治行くなら絶対行った方がええやで。ほんで今治に到着、商店街はかなりシャッター街になってもてて特に見るもんはなかったんやけど、海が近くてとにかくのどかでしたね。あとコメント等で教えてもらってた今治の B 級グルメ、チャーシュー卵飯を食べる予定やったんやけど、チェックしてた博楽店とかシネマツ飯店とかってお店が開いてなかったり、時間が合わなかったりで行けなかったんで次回の楽しみにとっておきます。代わりに今治城をちょっとだけ見たやで、わずかに桜もまだ残ってて天気もええ時でめっちゃのどかやったな。今治駅前とかも行ってみたけど特になんもなかったです。ほんで今回の旅の前に、民度と命を保つために自転車用のヘルメットを買ったんやけど、その自転車屋のお姉さんが毎回愛媛にサイクルしに行くときに必ず寄るって言ってた、博多の塩ラーメンの三和さんに来てみたやで。そのお姉さんはここの三和本店に寄るらしいんやけど、うちは今回通らなかったんでこっちののれん分けっぽい方の三和さんに来ました。店内は老舗のラーメン屋って感じで、これまたのどか。いろいろメニューがありましたが、せっかくなんで定番の博多の塩ラーメンを食べましょう。ものの5分ほどで到着。ではいただきます。パク、うまい、ここタイ。優しい塩味で昔ながらのラーメンって感じの味や、めちゃくちゃズバ抜けてうまいってびっくりする味でもなく、シンプルな塩ラーメンって感じのうまさなんやけど、地元のラーメン屋っていう味。まあこのかもなく不可もない感じがいい。あとこの長ネギとか天かすや海苔が無料トッピングで、これは嬉しい。でちょっと豪華なラーメンにして完食。さんまさんを教えてくれた自転車屋のお姉さん的には、もう世界一うまい塩ラーメンぐらいのテンションで教えてくれたから、ちょっとハードルが上がりすぎたのか、もしくは本店とはまた味が違うかもです。でもチャリンコ爆走前にちょうど良いラーメンでした。さあここからが本番。最初の目的地三津浜駅まで約40キロをチャリで爆走する必要があります。世界よ、これが日本だ。海の水がめちゃくちゃ綺麗だね。このめちゃくちゃ綺麗な海を見ながら、果たして松山道後温泉まで無事にたどり着くことはできるのか。次回後編、パスタと道後と地獄輪行。いいねには今回の行き帰りでの船旅でかなり印象的やったことを書いておいたやで。いただき物を紹介させていただきます。猫ちくらげさんから、練習や資料にお使いくださいとのことで、あけびちゃんの設定資料集やイラスト関連書籍をたくさん送ってくださいました。資料はあればあるだけかいつまんで参考にできるんで、ほんと助かるやで。また特にいい本などがあれば別の動画やツイッターなどで発信するかもしれませんが、ひとまずありがたく読ませていただきます。あとブルアカのコミックもいただきました。最近毎日プレイしてて、このゲームキャラのイラストとかもめちゃくちゃ好きやねんけど、 BGM もめちゃくちゃいいんですわ。うちのおすすめはこの4曲、特に一番上の曲はそれこそ島並海道をチャリで爆走しながら聴きたくなるようなキャッチーな EDM です。うち的にはこの4曲はゲームやってなくても絶対好きになってる曲やな。ぜひ聴いてみてな。ということで猫じくらげさん、ありがとなす。ほんならまた次回の動画でお会いしましょう。ザ・エンドってね。はい、ごちそうさまでした。でね。